じゃじゃーん、星野勝利さんと小見ひろゆきだねー。イエーイ、ちょっとイエーイが遅いね。でも片手に皆さん火鉢持って今日はありがとう。このコーナーは安野おっさんが滋賀県を巡りながらゲストとお話しするゴミ拾いトークショーです。オッケー、ゴミ拾い行くでいやー、お二方めーパフパフペットボトルキャップを回収させていただいた後、福祉施設の歩み作業所さんにお渡しさせていただいてます。それをお渡ししたら、なんかこう収益みたいなことになるの？はい、その収益でワクチンになったりします。ワクチンになったりするんや。それでそのワクチンがいろんなお子さんらに接種されたりとか、そういうの使われるの？はい、そうです。ほら、ええことしてあるね。そうですね、会社でまず従業員の方から出されたものもありますし、各営業所にあるペットボトルキャップですね、お客さんが出してくださったペットボトルキャップを回収させていただいたり、あとは協力してくださるいろんな学校から集めさせてもらったりします。あ、いろんなところに声かけてみんなでやってあるんやね。はい、そうです。学校からはですね、多いと1回に100キロを超える学校もあります。1回に100キロ、はい、私の体重以上かもしれない。はい、いつも毎週金曜日にラジオをさせていただいてるんですけれども、そこでもアピールさせていただいて、それを聞いて来てくださる方もいらっしゃいます。お客様の近場にある営業所であったり、直接こちらに持ってきてくださることもあれば、取りに行かせていただくこともあります。あ、はい、今はですね、だいたい1年間に1700キロ集まっております。1700キロ言うたら、ドラゴンハット何倍分なの？今はですね、2015年からさせていただいてるので、まあ、9年ほどさせていただいてます。すごいな。集めさせていただいた後に福祉作業所さんにお届けさせていただいて、そこでその収益がですね、まあ、そこの作業所さんの給料だったりに当てられます。なるほどな、作業所さんのお仕事がそこで作り出されてるわ、リサイクルはされてるわ、いうことになるんやな。はい、そうですね、やっぱりこういう作業をしていると自分も分別を心がけていくようになるので、それがいろんな方に伝わればなというふうに思っています。あ、周りの人になやってることが伝わったらええな。わしもそろそろ分別ついた大人になろう思てんねん。じゃじゃーん、ゴミ拾いタイム終了。頑張ってくれはったね。特に東近江のおっさん、川落ちかけるとこまで降りて頑張ってくれはったね。案内てある。どんな拾いだ、皆さん。タバコの吸い殻、吸い殻、新聞紙、新聞紙、ストロー、ストロー、やばい、ゴミ拾いのプロフェッショナル、エコホスター隊さん、ご苦労さん。せーの、ゴミ拾い。